ジャック・クルーシェーンはアメリカ合衆国の俳優である。ジャック・クラス・チェンやジャック・クラシェンとも表記される。1922年、カナダのマニトバ州ウィニペグに生まれる。ロシア移民のユダヤ系の家系だった。1940年代にラジオ業界からキャリアをスタート。ラジオドラマに出演したり、脚本を書いたりなどして実力を発揮し、1949年にはレッド、 ホッドブルーで映画デビューを果たす。1950年代からはコンスタントに映画やテレビドラマシリーズなどへ出演して知名度を上げ、1960年に出演したビリー・ワイルダー監督のコメディ映画、アパートの鍵カシマスでは、ジャック・レモン、シャーリー・マクレーンらと共演してアカデミー助演団優勝にノミネートされた。他にもジョージ・バル製作の 宇宙戦争などの話題作へも出演している。その後も俳優活動を続けており、1990年代にはフルハウスや新スーパーマンなどのテレビドラマへも出演した。俳優活動は1997年を最後に引退しており、晩年はアリゾナ州で過ごしていたが、2002年に死去。80歳だった。ありがとうございます。